あとは、あ、こんな違いがあったんだ、だからあの人ああだったんだっていうのに気づけたり、まあただそのこの国のご飯おいしいとか、この人こんな面白いこと言ってたんだとか、そういうただ単に面白いなっていうのにこう触れられて心が動くっていうのが面白いんじゃないかなと思います。もうちょっとこうした方がいいっていうのは何でしょうね、どうしたらいいんでしょうね。もうちょっとこうした方がいいなっていうのは、タイで働いてた時から思ってたんですけど、もっとこう小学生とか小さい時からそういう、昨日インドネシアの人に小学生5年生とかがインタビューに行ったような機会がもっと増えたら、もうそういう違いをみんな持ってるっていうのが当たり前の世界になって、じゃあその違いをどうやって楽しむの、どうやって調整するのっていう風な考え方がちょっとずつこうできるといいなと、まあそれ私自身もいつもそうなんですけど、そんな風に思います。津波はあなたに何をもたらしましたか？このプロジェクトに関わってていつも思うのは、いつもっていうか特に最初の方に思ってたのは、私は津波の直接の被災者ではないので、こうよそ者として被災地とかに入った時に何ができるんだろうっていうか、何こう入っていいのかなっていうのが常にあって、でもだんだんそれがアチェに行って、アチェに行かなかったら気仙沼にも来なかったし、東松島にも大槌にもいろんな福島にも行かなかったと思うんですけど、そういうものをつなげてくれた存在だなと思います。でも同時にやっぱりこういろんな人と話を聞くと、大事な人を失ったとか家が流されちゃったっていう話は常に聞くので、悲しいものであるなと思いつつ、でも私にとっては東北とかこの6年間で会った人たちを結びつけてくれた存在かなと思います。最後、はい、このビデオ、はい、10年後に、はい、みんなで見るとしましょう、その10年後のあなたや一緒に見る仲間たちにメッセージをお願いします。なんだろう、そうだな、40ですね、2009、なんか何をしててもいいかなと思うんですけど、このプロジェクトで感じたこととか勉強したことを学んだことをちょっとでも生かして生きてますかっていうのを聞けたらいいかなと思います。あとは、はい、懐かしいと思ってゲラゲラ笑いながら、こんなこともあったね、あんなこともあったねって言えたらいいかなと思います。はい、ありがとうございました。